ニュースです。法務省有料イラスト無断使用騒動で謝罪、ミス認める。法務省は2022年4月12日までに省のウェブページ上でイラストの不適切な使用があったとして謝罪した。著作権者の承諾を得るなど必要な手続きをせずに掲載していたという。ネット上でも指摘があり、省は昨年12月以降該当のページを一時閉鎖していた。4月12日現在ページの公開は再開されているが、問題となったイラストは別のものに差し替えられている。